どうも、クーニンです。本日はですね、クーニンズの代表として告知がございます。2月の2日にですね、おそらく都内のグラウンド、品川近辺のグラウンドになると思うんですけれども、クーニンズの入団テストを行わせていただきます。2019年ですね、クーニンズメンバーがですね、仕事の関係なので5名ほど離れることになりましたので、追加でメンバーを募集したなというふうに思っております。で、クーニンズの場合はですね、これまで3年間やってきましたけども、ポリシーとして引き抜きと言われたくないと。草野球で一番のやっぱ紛争喧嘩事っていうのはですね、引き抜き、一番の揉め事は本当ね、あっちのチームからこっちに移った時に引き抜いた、引き抜いてない、引き抜いてないって言われるのが一番嫌なので、そこを避けるべくクーニンズはですね、入団テストを行い、選手自ら来てもらい入ると、その形式をとっております。なのでですね、クーニンズに興味のある方はですね、ぜひ2月2日お越しください。で、今回募集するメンバーなんですけども、具体的にフィジカルがここまでないとダメですよみたいなものはないんですけれども、ショートグッチが抜けましたということで、やっぱりね、ショートが守れる人材、そしてですね、左ピッチャー、この2ポジションができる方をですね、優遇したいなというふうに思っております。で、僕の思う選手像はですね、クーニンズで言うとリオのような選手が来てもらいたいというふうに思ってます。全然肩書きとかですね、なくていいんですけども、今野球が大好きで上手くなりたい、そしてですね、発言もできる、逆にですね、超名門だっても超名門でやった時の練習あの内容がもう全て、人生の全てこれが正しいみたいなんですね、もうカッチカチに固まってるとですね、ちょっとしんどいかなと。常に変革を求めてですね、少しでも上手くなりたいが今でもある方、ぜひ来てもらいたいなというふうに思いますし、できれば20歳頃までの選手がいいなというふうに思っています。あわよくばですね、大学2年生、日中コミュニケーション取りやすいですし、イメージは大学2年生で入ってもらって、最初は全然不慣れだと思うので、こう右も左も分からないまま1年が過ぎで、大学3回生でもう野球も全開でクーニンズで楽しんでもらいつつ、就職を見越して社会人スキルもどんどんですね、磨いていただいて、大学4年生もですね、こちらからもですね、いろんな就職のサポートもしたいなと、そういったですね、ビジョンで大学生の2年生ぐらいの方までがいいなと個人的に思ってます。もちろんですね、ピッチャーポジションの以外の方、そして年齢がですね20歳以上の方、ぜひ興味がある方はですね、2月2日の練習会に参加してもらえると嬉しいです。当日の流れははっきり決めてませんけども、ピッチャーの方は軟式のテクニカルピッチを使ったブルペン投球で、球速だったり回転軸だったり回転数だったりっていうものをですね、計測していきたいなというふうに思ってます。で、その後ですね、試合形式を行いまして、バッターを抑えてもらい、で、バッターの方はですね、試合の中で打席と、あとは守備と、もしかしたらフィジカルテストで30メーター走とか、そういったものもやるかもしれませんけども、基本的にはですね、一緒に野球を楽しみながら、いろんな方とお話しさせていただきながら、最終的には何名かの選手と一緒に、クーニンズで日本一を目指せればいいなというふうに思っております。最終的にはやっぱりですね、クーニンとの相性っていう部分も重要だと思いますので、クーニンが苦手な方はですね、やっぱりクーニンとはちょっとやめていただいて、クーニンがむしろ大好きな方、僕もそしたらですね、好きって言われたら好きになるタイプなんで、多分大好きになると思いますので、ぜひそのあたりもですね、よろしくお願いします。それではですね、2020年のクーニンズをですね、彩る素敵なメンバーお待ちしておりますので、2月2日参加してみたいという方はこちらの応募フォームからお願いいたします。それでは今日の動画は以上です。失礼します。キリギリストありみたい、努力だって無駄じゃない、昔仲間変わらない、トラブル持ち込まない、上がるレベル気分はいつも I'm so high、 ハードコード飛び交ってる意見も最後は同じ、楽しいひととき噛み締めてる君の隣、クーサーあってもタイで痛いけど、立ちがいなければ一人じゃロンリー、毎週末レッツケンパーリー、余韻に浸って向かってく月曜日。